もしもし。ああ、よしえおばさん、お久しぶり。早速なんだけど、コウジ君に紹介したい人がいるのよ。今彼女はいるの？いえ。じゃあよかった。今月の土曜日か日曜日で空いてる日はある？大丈夫だけど。後日。あ、もしもし、コウジ君。先方さん、ようこちゃんって言うんだけどね。待ち合わせは銀座の〇〇って店で。私は行かないから、若い人同士二人で会ってきてね。一方的に。しかしおばさんの顔を潰すわけにもいかないしな。会うだけ会ってみるか。当日。増田さんですか？はじめまして、長沼です。マジかよ、聞いてた話と全然違うぞ。おばさんひどくね？完全はめられた感。声をかけてきたのは、正直僕の想像とは真逆の女性だった。例えて言うなら、ちびまる子ちゃんに出てくる麦わさんってところか。翌日。コウジさん、昨日は楽しかったです。今度は映画でも見に行きませんか？見たい映画があったら教えてください。ゲゲ、まずい。なんか主導権握られてるぞ。いつの間にか下の名前で呼ばれてるし。落ち着け、返事はちょっと考えよう。2日後。コウジさん、見たい映画は決まりましたか？土曜日楽しみにしてます。マジか。てか土曜日約束した覚えないんだけど。俺は焦った。このペースで押し切られる前に何とかしなくては。待ち合わせどこにします？先日と同じ場所でどうですか？彼女からの矢継ぎ早の LINE に追い立てられ、ついつい OK してしまった。面倒なことを先延ばしする俺の悪い癖だった。当日。新海監督の映画最高ですね。でもコウジさんがアニメ見るってちょっと意外でした。私はアニメ大好きなんですけど、次は来月公開のジブリ映画にしません？たまたま話題作だったから選んだけど、別に俺アニメ好きじゃねえし。何か言いました？いえ。後日。その後、彼女の行動はどんどん積極的になるばかり。いよいよ鬱陶しくなってきた俺は、ついに既読スルーを決め込んだ。すると、げ、今度は電話か。仕事で疲れていた俺は、彼女と話す気力もなく、しばらく着信を無視していた。しかし電話は鳴り続ける。本負けした俺は、恐る恐る通話ボタンをタッチした。なんで LINE 無視するんですか？ごめん、仕事が忙しくて。嘘でしょ？嘘に決まってる。そんなことないよ、今度会って話そう。いよいよやばくなってきた。おばさんに助けを求めるしかないか。翌日。あら、コウジ君、どう？ヨーコちゃんとは。それが、俺は観念しておばさんに全て本当のことを話した。おばさんも分かってくれたようでほっとした。分かったわ、私からうまく伝えておくから。すみません。2日後、会社から帰ると、なんと例の彼女が俺の住むマンションのエントランスで待ち構えていたのだ。コウジさん。え、なんで？なぜって、彼女なのに来ちゃいけないんですか？ヨシエさんから聞きました。言いつけるなんてひどい。彼女のあまりの剣幕が恐ろしく、俺は思わず謝ってしまう。ごめんなさい。部屋に入れろと騒ぐので、仕方なく入れる羽目に。おばさんに電話し、迎えに来てもらうまで、彼女は実に4時間もの間居続けたのだ。既読スルー、相手によっては警察沙汰にもなりかねない。面倒を先延ばしするのは禁物である。